ベールに包まれていたプライベートな顔を解禁。NHK 連続テレビ小説「ちむどんどん」や映画「岸辺露伴ルーブルへ行く」での演技が高い評価を受け、 ABC テレビ7月クール新ドラマ「何曜日に生まれたの？」で主演が決定している俳優飯豊まりえ。今年デビュー15周年を迎えることを記念し、24歳から25歳にかけた春夏秋冬を密に切り取った写真集、かの日が8月23日に小学館より発売決定した。珠玉の写真が約180.200ページ。20歳で発表した写真集から5年。本作の撮影は本人自ら企画立案し、衣装も私服から選び、セルフメイクで挑んだ。大人になった飯豊まりえだからこそ実現した珠玉の写真が約180.200ページという大ボリュームで掲載されている。今まで見たことのない飯豊まりえ。今回撮影を依頼したのは、10代の頃から仕事でお世話になっている写真家の東京雄志。絶大な信頼を置く人へ向ける表情は柔らかく、飯豊まりえの普段ることのできない表情、全体な姿などが身近に感じることができ、まるで特別な誰かや、刹那と過ごした時間を思い起こされる。手作りのカレーを振る舞ったり、沖縄を思う存分楽しんだり、土砂降りの中でキャンプに臨んだり、様々なシチュエーションで垣間見えた、今まで見たことのない飯豊まりえを余すことなく味わえる写真が満載。ロケーションに合わせて自ら選ぶ、色とりどりの私服も見どころだ。飯豊まりえのファッションに憧れるファンにとっても、見逃せない内容になっている。飯豊まりえからのメッセージ。芸能のお仕事を始めて15年。役割に依存しない、そのままの私を切り取ってもらった写真集が出来上がりました。飯豊まりえの日常の写真でありながらも、この写真集を見てくださった方が、ご自身の特別な誰かや、忘れられない人と過ごした記憶が蘇ってくるような、そんな懐かしく温かい気持ちになってもらえたら嬉しく思います。また次の動画でお会いし、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。